サミュエル・イン・コームは、ガーナ・セコンディ・タコラディ出身の同国代表サッカー、選手。FC ベレア・スタラザゴラ所属。ポジションは DF で、主に右サイドバックでプレーする。2006年に地元セコンディ・タコラディのクラブ、セコンディ・ハサーカス FC でデビュー。2008年1月にはサンテコトコ SC へ移籍。2008年夏には、FC バルセロナからのオファーが報じられた。 2009年4月26日に移籍金70万ドル3年契約でスーパーリーグの FC バーゼルへ移籍することに合意。同年7月21日の FC ザンクトガレン戦でバーゼルでのデビューを飾った。1年目からレギュラーに定着しリーグカップ戦の2冠に貢献。2010年9月15日には CFR クルージュ戦で UEFA チャンピオンズリーグデビューを果たし、10月19日の AS ローマ戦では CL 初ゴールを挙げた。2011年1月26日にウクライナの FC ドニプロへ完全移籍した。2013年1月31日、フランスの SC バスティアにレンタル移籍。2014年1月、プラタニアス FC にレンタル移籍した。 2014年9月 DC ユナイテッドに移籍した。2015年6月11日ボアビスタ f c に移籍した。2016年1月6日アンタルヤスポールに移籍した。2017年2月24日 FC ベレアスタラザゴラに移籍した。2008年11月20日のチュニジア戦でガーナ代表デビュー。その後、 U-20 アーナ代表として2009年のアフリカユース選手権や FIFA U-20 ワールドカップの優勝に貢献。U-20 ワールドカップ決勝のブラジル戦の PK 戦では2人目のキッカーとして PK を決めた。2010FIFA ワールドカップのガーナ代表に選出された。グループリーグ3試合では出番がなかったものの、決勝トーナメント1回戦のアメリカ戦で先発に、 抜擢され、ガーナの初のベスト8進出に貢献。続く、ウルグアイ戦にも出場したが、後半29分に途中交代。チームは、PK 戦の末、敗れた。2011年2月9日の東後との親善試合で、代表初得点を記録。ありがとうございます。